協力をお願い。はい、現在成田空港第一ターミナルに来ております。 LCC だと第三ターミナルから出ることが多いんですけど、ピーチは、まあ、ANA の系列というのもあって第1ターミナルから出発です。で今回乗るのは、ピーチの大分行きなんですけど、その中でもピーチにはプランが3つあって、シンプル、バリュー、プライムがあります。で今回はバリューっていうのを選びました。でそれでやると預け入れ荷物が1個無料っていうのと、予定の変更が効くタイプです。でそれプラスでファストシートっていうのを選んで、まあ、特に身長高い人は LCC きついと思うんですけど、そのファストシートっていうのにすると足元がちょっと広いくて、かつ荷物が優先で帰ってくるっていう特典があります。荷物優先で帰ってくるっていうのは、普通のプランでもオプションでいくらか、確か5、600円払えばいけるんですけど、ファストシートを選べばそれが漏れなくついてきます。はい。で、ファストシートの値段は、事前に、購入ネットで選んでおけば1700円ぐらいです。はい。なので、これから、チェックインしてこようかなと思います。今荷物預けとか並んでますけど、チェックインが始まって10分ぐらいで全然列はないです。はい、わかりました。はい、ファストシートなんでそれのタグを貼らせてもらいました。で荷物は優先的に返却されると思います。で持ってく荷物の重さは測られました。でその後に機内荷物の預けになりました。じゃあ間もなく保安検査です。はい、今保安検査終わって、もう搭乗口のすぐ近くまで来てます。正確には、バスで乗るみたいなんで、直接ボーディングブリッジで行けるところもあるっぽいんですけど、どうやらあの奥の ABCD ぐらいまでがこの先の外に、一回外に出てそこからバスに乗るみたいな形の、スタイルです。ファストシートなんですけどね、かなりいいかなと思います。で私の、横もさらに横も後ろの人も人がいなくて、まあ、大分線というのもあるんですけど、かなりいいかなと思いますね。まあ、あと思ったより飛行機がちっちゃかったんで、ですけど、前、一番前の席はすごい広かったんで、なかなか良かったんじゃないかなと思います。
ございます。この先も駐機場に向けて乗車といたします。皆様の安全のためベルト着用帯が消えるまでシートベルトを締めになり、座席をお立ちにならないようお願いいたします。ベルトの手荷物はベルト着用帯が消えてから取り出してください。この飛行機のドアとその搭乗ロットの間には20席から20席の段差があります。降りの際には段差に集中し十分お気を付けください。特に奥様連れのお客様、大きな手元を持つお客様は足元にお気を付けください。今荷物受け取りました。確かにこのファストタグっていうのがついてるから早いんですけど、ただぶっちゃけ空港が、ちっちゃくてかつ、まあ、A320 程度の人数だったら、まあ、これはなくてもそんな変わんないのかなって感じはしましたね。逆に、大分から成田に行く場合とか関空とか大きい空港の場合はこれあった方がいいのかな、どうなんだろう。結局乗る飛行機 の人数次第なのかなって感じはしますね。はい、ファストシートで大分空港までやってきた感じです。まあなかなか良かったかなと思います。でなんか思ってた以上にね広かったんでね、なんかこれだったら国際線でファストシートが使えるんだったらそれでやってみてもいいかなとも思いました。まあちょっとそれは別な機会にできればなと思います。で大体ファストシートの手数料が1000円でそれ込みでも1万円ぐらいなんで、まあまあいいのかなと思います。はい、でここで一旦動画は終わりたいと思います。ちょっとこの先どこに行くかっていうのはちょっとまた別な動画で上げれればなと思いますね。はい、では、ご視聴ありがとうございました。